グラスベルクは、ドイツ連邦共和国にーダーザク先州、オスターホルツ軍に属す、町村である。この町は、ブレーメンの北東、約20キロメートルの市境を接するモアに、一致している。この町は、以下の集落で構成されている。括弧内は建設された都市である。1750年頃まで、現在のグラスベルクの町域付近は、 歩くのも困難な完全に無人の泥湿地であった。ベルペ川の両岸の緑地だけがタルムシテットやビルシテットの農民によって農業に利用されていた。ユルゲン・クリスティアン・フィンドルフがハノーファー選定校からこの湿地の干拓と宅地化を委任された。彼はベルペドルフやアイケドルフを手始めに数多くの村を建設した。ガスベルクはもともと広い範囲から見ることができ。 新鮮な緑が目を引く砂地の丘で草が生育できる程度に表面上は乾いていた。おそらくこの土地は入植以前からグラスベルクと呼ばれていた。さらにフィンドルフの指示により1785年から教会が建設された。1789年11月1日日曜日に教区監督官ヨハン・ヒンリ・ヒヒプラッチェが教会同会記載を挙行した。 この際、教会道のキャパシティを大きく上回る4000人の信者が集まった。グラスベルク集落は、公式には1831年1月1日に成立したのだが、この場所には、アイケドルファー・フォアベイデという小さな集落が1776年から存在していた。1910年当時、現在のグラスベルクを構成する15の集落は、 いずれも独立した自治体であり、その中でグラスベルクは2番目に小さな集落であった。1920年代にこのうち4つの集落が人口が少なすぎるという理由で、やや大きな隣の自治体と合併した。1910年と1939年の人口を右の表に示す。その後、ベルペドルフ、グラスベルク、アイケドルフは、 合併する集落を受け入れて成長した。1974年以前にすでに、グラスベルクの名のもとに合併がなされた。1974年3月1日、アドルフスドルフ、ダネンベルク、フックスフェルト、オッターシュタイン、ラウテンドルフ、シュマーレンベック、ゼーハウゼン、テゥーシェンドルフ、及び廃止されたハイトベルクの一部地域が合併した。 1976年7月1日には、ビルシュテットの当時50人ほどの地域がこれに加わった。隣接するタルムシュテットの一部地域が1983年に合併した。グラスベルクの町議会は20議席からなる。これは人口7001人から8000人の町の議員定数である。この20人の議員は5年ごとに改選される。議会ではこれら議員のほかに、 主張も投票権を有している。グラスベルクの専任の町長,長は2006年からマーリオン・ショルフマンが務めている。彼女は2014年の選挙では対立候補がおらず90.8%の支持票を獲得して再選された。ズ柄ガラ・銀次。基部は弓なりの緑地で銀の名みたいが貫いている。その上に赤い窓、開いた扉。 金の十字架を頂上に掲げたコケラ武器の戦闘屋根をいただく塔を前面にした赤い教会。両側にはそれぞれ外向きに配置された緑色の多くの葉。紋章は1968年にグラスベルクとして合併した旧町村を象徴している。緑の丘と赤い教会はグラスベルク、波体はベルペドルフを流れるベルペ川、多くの葉はアイケドルフを表している。 フィンドルフホーフは19世紀にこの地域のドロシッチに作られた典型的な農場である。農場の中心となるオモ館に博物館が入居しており、フィンドルフ郷土協会、グラスベルク EV が活動場所として利用している。グラスベルクの協会のシュニットガー・オルガン・グラスベルクの福音主義イコールルター派の協会は、1781年から1789年に、 ユルゲン・クリスティアン・フィンドルフによって建設された。この教会の特別な点は、もともとは1694年に、ハンブルクのバイゼンハウスのために、アルプ・シュニットガーが建設した、バロックイコールオルガンが設置されていることである。このオルガンは、この著名なオルガン製作者が製作した現存する唯一の小型オルガンである。毎年7月の第3週末、 フックスフェルトの射撃祭に合わせて村のパレードが開催される。最初このパレードは1998年にラブパレードのモットーを掲げて1台の車と30人ほどの参加者で始まった。開催者はシュマーレンベック青年会とフックスフェルト射撃協会である。2014年には20台の車と約2500人以上が参加した。グラスベルクは 北西部大都市圏の一部である。1106人の就労者のうち、商業、接客業及び運輸業が34%、製造業が32%、サービス業が27%、農林業が6%である。町外からグラスベルクに通勤する人数は662人、グラスベルクから町外に通勤する人数は2300人で、主に、 ブレーメントの間を通勤している。この町には、フックスフェルト北産業地区とベルペドルファー、リング産業地区がある。地域の内外で知られるグラスベルクの企業には、以下がある。旧ベルペデルファーミューレは、地区の入り口に位置する、製粉、飼料販売、農作物販売の会社であった。この会社は、サイロや製粉所の建物を建設してその敷地を拡張した。 これらの建物は1930年代から2011年に取り壊されるまでグラスベルクの街の景観を形作る象徴的建造物であった。数世代にわたってギーシェン家によって運営された。この会社は1904年に古い水車小屋から発足し、1925年にはブレーメンタルムシュテット軽便鉄道の専用引き込み線に接続するまでになった。 1936年に最初のサイロを建設したが、これは400トン収容できる、当時としては巨大な収容量のサイロであった。1962年に大型の穀物乾燥施設が追加された。1973年この企業は半座の作物販売ラーで連合に加盟した。1999年に火災により、 グラスベルクの製粉プラントのかなりの部分が破壊された。企業活動がムルムスホルン及びビルシュテットの支所に移転し、ブレーメンの穀物港に新たな工場が建設された後、ベルペドルフの製粉施設は放棄され、2011年に解体された。ブレーメン、ニーダーザク線交通連盟の地方バス630号線が、グラスベルクとブレーメン及び製粉等を結んでいる。 日祝日前日の夜行バス N63 号線は1時間ごとに運行しており、ファルケンベルクでブレーメン路面電車4号線に接続している。2010年11月15日から住民バス612号線と616号線が西部の集落やベルプス米での一部とを結んでいる。このバスは月曜日から金曜日までの日中2時間間隔で運行している。 軽便鉄道ブレーメンタルムシュテット線は1900年から1956年まで営業していた。現在の町域にはベルペドルフイコールグラスベルク、アイケドルフ、テューシェンドルフの3つの駅があった。ありがとうございます。